フワヒン群のキングピッチ公園にあるキングピッチの銅像ポーンキングピッチは太陽国の元男子プロボクサープラチュワップキーリー関係フワヒン群出身世界ボクシング協会世界ボクシング評議会のフライ級王座を各2回経験した1935年2月12日太陽国のプラチュワップキーリー関係フワヒン群に生まれる 1954年5月1日、プロデビュー。1960年4月16日、バンコクのルンピニー・スタジアムでパスカル・ペレスを破り、タイ人として初めての世界チャンピオンとなった。1962年10月10日、クラマエ国技館でファイティング・ハラダと対戦し、11R に小負けで王座を失ったが、 翌1963年1月12日に原田とのリターンマッチを地元、タイで戦い、王座を奪還した。1963年9月18日、東京単位区間でエビハラ・ヒロユキと対戦し、1RKO 負けで再び王座を失ったが、1964年1月23日にタイでエビハラとリターンマッチを戦い、判定勝ちで WBA、 WBC 両方のフライ級チャンピオンとなった。1965年4月23日、イタリアのローマでサルバドーレ・ブルーニと戦い、0から3の判定で敗れ、両方の王座を失った。その後に戦して現役を引退した。1982年3月31日、47歳で死去。ありがとうございます。